はい、皆さんこんにちは。カメラ転売コンサルタントのロキです。今回もですね、メルマガ読者様のご質問にお答えするコーナーということでお送りしたいと思います。はい、今回の質問なんですけれども、ロキさんこんにちは。ヤフオクで、なかなか利益が出ません。というよりも、カメラをヤフオクで仕入れて売る作業で利益を上げる人は本当にすごいなと思います。特に仕入れが難しく、ヤフオクの画面を眺めては何もできずに、終わってしまう日々を送っております。やっと入札して落札できたと思いきや、出品者から取り消しをされてしまって、なかなか難しいなというふうに感じています。そこで、質問なんですけれども、1ヶ月でよく100個売るとかいうことが言われてますけれども、実際に本当にそんなことできるのかというふうに思っていますと。100個売ることってどうなんですかというご質問なんですけれども、あまり語弊がないようにお伝えしたいと思うんですが、とりあえず物販なので、数を売るっていうのはですね、数を売れば売るほど利益を積み上げられていくっていうのはもちろん理論上正しいんですよね。もちろん、1個より10個、10個より、30個というふうに数を売った方が、その分利益が出るっていう計算にはなりますよね。ただですね、この100個とか、例えば80個とかですね、よく言われてますけど、その数をもうとにかくがむしゃらにやってくださいと、とにかく数を売ってくださいという、言葉だけを鵜呑みにしてしまうとですね、もうとにかく、数だけやればいいという、それ以外にですね、考えなきゃいけない大事な部分っていうのはたくさんあるんですよね。本当にもう利益の出る商品を見つけてからリサーチしていくとかですね、いろんな方法がある中で、ただやみくもにですね、あの安そうな商品をもう本当に何百個っていうふうに見ていってですね、入札をかけていくっていうやり方しかもできなくなっちゃうんですよね。でもそのやり方だけだと作業量もですね、めちゃくちゃ時間をかけなきゃなりませんし、特にですね、副業でカメラ転売やってる方は再現性ないと思うんですよね。これは、実際に私もですね、いろんなその、塾に入ったりとかコンサルを受けたりしてですね、その塾コンサルによって、教え方って全然違うんですよね。考え方も違いますし、カメラ転売のやり方自体が違うんですよ。でやっぱり数をね、思いっきりやってくださいっていう方も当然いますし、いやそれは全然再現性がないから、まずは売り方をしっかりね、ある程度考察した上でそこからリサーチをしっかりしていきましょうと、全く真逆のことを同じカメラ転売をやる方でもいるわけですよね。であなたがですね、どのようにして稼いでいきたいのか、そして今のあなたの現状が、例えばね、100個売る時間があるのかってことなんですよ。80個100個できるのかってことです。で副業の方でもね、50個売るのって結構大変だと思うんですよね。もう相当根性を入れて、やらないとなかなか初心者のうちに50個とかね、40個っていうのは難しいんですよ。ってなると数ができないから自分は売り上げが上がらないんだっていう風な、勘違いに陥ってしまうんですよね。そうじゃないんですよ。実際はそんなね、50個100個売らなくても利益って出せるのに、そのやり方を知らなくてね、数だけやってくださいっていう言葉だけを鵜呑みにしてしまって、その時点でね、自分が数が売れないから利益が上がらないんだっていう簡単な思考に陥ってしまうので、それはちょっともったいないんですよね。実際に数売らなくても本当に利益出す方法なんていくらでもあるんで、ただその方法を知ってる人と知らない人がいるってだけの話なんですよ。で教えてもらった方が当然そういう教え方しかしなければ、それが当たり前だって思うのが生徒さんなんで、だからいくつね、そのやり方を自分で持ってるのかっていうのがすごく大切になってくるのと、流れてる情報を全て鵜呑みにしてしまって、やるっていうのがもういかに危険なことかってことですよね。せっかく稼げるっていう事実があるにもかかわらず、稼がない人のね、めちゃくちゃ大変な情報を鵜呑みにしちゃって、それで自分を比較して稼げないって勝手に思い込んじゃってるケースって結構あると思うので、その辺をよくですね、情報がいろんな情報がある中で、カメラ転売もやり方ってたくさんあるんで、本当に検索方法一つにとってもいくつもありますし、私もね、検索の方法とか動画上げてますけど、あれなんて本当ほんの一部ですから、
もちろんこの YouTube の動画でね全部ノウハウを出すなんてことは絶対できないので、もう本当いくつも情報ってあるんですよ。でもう本当に売り方一つにしてもその人の考え方とかやり方によって全然違ってきちゃうんで、それがトータルで重なって、まあ、利益になっていくわけですね。で現にですね、まあ、僕も本当に80個とか売ってないですからね、80個なんて売らなくても50万円いきますし、だからいかにやり方をうまくやっていくかってことと、あの初心者だからこそ、まあ、私が結構いろいろ経験した中で思ったのが、初心者だからこそ再現性のあるやり方をやっていかないとやっぱり挫折しちゃうんですよね。特に副業の方ですね、もう時間もない中でめちゃくちゃ大変なことをやるわけですから、よりね、あの稼ぎやすいやり方をしていかないと、挫折者も多くなっちゃうと、いうことで、まあ、ちょっと話は脱線しましたけれども、とにかくね、まあ、実際に100個売ってる方すごいと思います。本当に私にはちょっとできないので100個販売するっていうのをね、まあ、やってみようかなっていうふうにもあんまり思わないんですけど、100個売るってことはすごいことなんですけれども、その売った事実と自分をあまりにも比較して自分ができないんだっていうふうに思うのだけはやめてほしいんですね。100個売らないから自分は売り上げが上がらないんだとか、80個売らないから自分はあの利益が出せないんだっていうのはちょっと違いますよってことが言いたいんですね。別にそんなに売らなくても10万円とかいきますから、初心者の方でも。もちろん数はやった方がいいですよ。経験を積むという意味では当然それはやった方がいいと思います。ただそこにとらわれすぎて数売れないから自分はできないっていう発想にだけは絶対ならないでくださいってことなんですよ、言いたいことは。なのでここちょっとね、私の話し方的にもちょっと勘違いされる方も出てきちゃうとは思うんですけれども、数だけにとらわれずにね、そのいかにですね、副業の方であれば時間をかけずに、利益を出していく方法があるんじゃないかっていう目線でね、いろんな情報を集めていくってことが非常に重要になってくると思います。80個100個売っていくということに対しての、私なりの考えというのをお話ししました。はい、私の方で無料のメルマガを始めました。動画の下記、説明文にですね、登録 URL が貼ってあります。今ですと私がヤフオクのリサーチからですね、実際に商品を落札する動画と、あとは仕入れ資金を簡単に増やす方法という動画をプレゼントで、お送りしてますので、下記 URL からベルマガのご登録をよろしくお願いします。あとチャンネル登録していただくとですね、こうしてほぼ毎日私がアップしている YouTube の動画を新着でチェックできますので、ぜひチャンネル登録の方もお忘れなくお願いします。それでは、最後までお聞きいただきありがとうございました。